はい、こんにちは、Qさんです。いつもありがとうございます。久しぶりに車で撮影になりますけれども、今コンビニですね、マスクをゲットしてきました。まだ福岡はねちょくちょくあるんですけども、ただやっぱり個数制限というのがありますんで、ようやくですねこの330円のマスクですね、これ5枚入りだから100均でね30枚100円とかで売ってるんで、まあ割高なんですけども、まあ、そうは言ってられないということですね。ただですね、僕これもうマスクいっぱい持ってるんで別に僕はいいんですけれども、これからね東京に行くんで、なるべく多くねマスクを調達しまして、お会いする方にねちょっと差し上げようと思いまして、まあ持ちつ持たれつですんで、でコンビニ行ったんですね、久しぶりにこれね買ってきましたよ。これねほんとこれ俺そっくりだよね。これ見て、これねえ、どう考えてもこれ俺だよね。これ報告したら完全に俺だよね。大好物のアメリカンドッグ、これ何もつけない派が結構いるんですよね。で僕もね実は何もつけない派でもあるんだけども、これでももらうとさつけたくなるの、まあこれ人情なんで、まあ両方楽しめるからいいよね。何もつけないバージョンもだから一気にこれガッとたくさんつけてさ、でこっちはあれだよね、まあ、つける方ね。で、裏側はもうつけないという感じで、ちょっとメリハリ、人生と同じでさ、メリハリが大事なんだよな。いただきます。うまい。まずね、これ、つけてる方が食べるんですよ。おっと、こんなことしていたらね、串から外せれそうな感じだな。でさ、俺このマスクね、今このタイプのやつが10個ぐらいあるの。で、箱のやつが結構あるから、150枚ぐらいなんだよ、多分ね。だからまあ、150枚、あった人にね、1人5、6枚ぐらい差し上げられるんじゃないかなという気がします。ただね、そんなこと言うと、いやいやいやね、関東にはね、東京にはね、まだまだマスク足りてないんだよと。Qさん1人が、100枚200枚持ってきたところで焼け石に水だよってね思うかもしれないです。でね、 Q さんに会わないとマスクもらえねえってさ、そんなだったら最初からさ何もしない方がいいんじゃないのみたいな、しかも YouTube で言ってさ、他でそういうこと言ったらいいじゃん、わざわざ YouTube で言うことないじゃんって言う人もいると思うんだよね。まあ、それ確かにごもっともね、よくわかるんだけどさ、これ何もつけない方ね、今度ね、これはこれうまいな。皮に味があるんだよね、アメリカンドッグはね。でもね、こういう話があるんだよ、まあ、なんかの自己啓発書に載ってたと思うんだけども、ある海岸で少年が何かをね海に向かって投げてるんだって。でよくよく見たらそれは大量に打ち上げられたヒトデだったっていうことね。大量だもんね、何千匹とかいるかもしれませんよね。でそれをね一枚一枚こうやって投げて返してるんだって。で人手はそのまんま打ち上げられて放置されたら乾いて多分死んじゃうんだろうね。でそこを通りかかったあるね男性が、君は何をしてるんだいって、見ての通りだよと、人手を海に返してるのさと、こんなにたくさんいるのにそんなことやっても無駄じゃないか、でもこの人手には意味があるのさっていうね。俺その積み重ねなんだよ人生って。これでまたセブンイレブンのアメリカンドッグがよく売れると思うわ。本当にうまいねこれ。こんなジャンキーでこんなに可愛らしい食べ物があっていいのかしら。もうこれ俺に似てるからじゃないけどさ、食べるのが愛おしくなるようなフォルムだよね。多分これ見た人さ、アメリカンドッグ見るたびに Q さんだって思うと思うよね。コーヒーも買ってんだよ。これ初めて知ったんだけどさ、これアイスコーヒーね、これ蓋とかストローを差し込まなくても飲める形になってんだよね。こっちいいね、結構ね。
うまいね。うまいですね。で最後おなじみのこれね。あれカリカリが少なかった。二かみぐらいしかカリカリなかったよ。まあ全体が美味しかったんでいい。でね話続けるけど、まあ人手をね海に返してた。そんなことやっても意味ねえじゃないかと。こんなにたくさんいるのってお前一人でやんのかって。いやいやいや、この人手には意味があるんだよって。俺もね別にマスクをさ大量に配れるわけじゃないけど、少なくとも俺と会った人がその人が喜べばいいしね、で俺も自己満足だけど完全にね。けどやっぱり東京でマスクがないって言ってたら、で俺いっぱい持ってんだよね。でどうせ腐りはしないけどさ、まああと1ヶ月もしたら元に戻るんだよマスクとか普通に。大量にあるやつをさ、じゃあそのまんま俺一人で使ったら2年3年かかるぜと。だったらまあたくさんあるの幸いでね、まあその家の人とか買ってきてくれたわけだよ。けどね、別にずっと持ってても仕方がないから、じゃあ今だよね、今そうやって俺がたくさん持ってるやつを少しでもねお会いした人に差し上げることできたらさ嬉しいじゃん。でまあ10枚ぐらい差し上げてね、花粉症で俺も花粉症だからやっぱマスク必要だし、やっぱり子供さんとかいらっしゃるところにはちょっと多めに差し上げたいしさ。でそうやって意味ないんだけど、でもその人には意味があるし、で俺にも意味があるんだよね。でそのことの積み重ねなんだよ。でそれが積もり積もってこの世の中っていうか社会っていうかね宇宙ができてるわけだよ。で俺の人生もそうだけど、こんなこうやっても意味ないじゃんみたいなことって結構あんだよ。というかさ、人生なんて意味なんかないからね。普通に単純に考えて、何を意味を何求めてるんだって、何のために生きてきたって別に己がさ何して生きようが何して死のうがさ何も関係ねえんだよね。ただもう単純にどういう因果か分かんないけどもね、太陽が生まれて、まあ、宇宙がその前に生まれてさ、でいろいろガーッと動いて地球ができて月ができて太陽系ができてさ、でね、その光合成して酸素ができて、で何億年とかかってこういう風になってるんで、でその中のもうほんと一瞬だよね俺らの人生なんて。その俺らほんの一瞬の人生をさ俺ら過大評価しすぎたと思うよ。ちょっとしたことでねなんか人生終わりだみたいな思ったり、もう借金があるとか何のこっちゃってことですよ正直ね。不健康であるとかね、なんか不細工に生まれたとかさ、いろいろ思うかもしんないよ。もうそんな全然意味ないんだよそんな。ただ俺ら勝手に生きて勝手に死んでるだけの人生で、でその中でこの一瞬一瞬をさどういう風に感じるかっていうのはそれは人それぞれで、そこに俺なんか人生の楽しみってあると思うんだよね。だからさ別にマスク配っても意味ないし、意味あるかもしれないその人ね。でも一番意味がある何かだらさ、アメリカンドッグをねパクパク食ってあーうめえなーという、それ以上に俺は価値あるものないと思うよこの人生で。いやもちろんねアメリカンドッグ作ってくれた人もありがたいし、こうやって iPhone ね作ってくれた人もありがたいし、いろんな人がいていろんなご縁でいろんなね縁の循環でさこの瞬間がある。だから俺一人では生きてないのもそうなんだよ。俺一人では生きてないんだよ。でみんなも一人じゃ生きてないわけ。みんなその丸くなって成り立ってんだよこの社会とかこの宇宙はね。でもその個人個人っていうのはその丸くなってる中のもうほんのこれだけなんだよ。で何の意味もないんだよ、何の意味ねえんだよ、何の意味もないんだよそんなことに。だけどもこのワンピースがなかったら宇宙崩壊してるんだよ。意味わかります？俺が意味がないって言ってんのはさ、この一つに何か大きなさ大それたミッションとかってなくて、単純に宇宙の一員でしかないほんのワンパートなんだよ。だけどだ、このワンパート、この一粒がなかったらこの宇宙崩壊するんだよ。そうなんだよ実際の話。そうやって成り立ってるわけ。で、まあ、命がね、ついえるときもあるだろうって。それがそれで、このワンパートのその個体はなくなるかもしれない。だけども、多くの人の記憶に残ったり、もしくはその人が残した何かがある。そうやって魂って生き続けてるわけなんだよね。例えばね、その偉人の話なんかも、徳川家康とかって、まあ、実在した人物なんだろうけど、未だにやっぱり、俺らの魂に生きてるし、で、それは徳川家康が偉いとかさ、ね、その吉田松陰が偉いとか、偉いとか偉くないってわけじゃなくて、みんな等しく、俺らの魂として受け継いでて、その魂とレベルでは、名前も知らない誰かさんがいたからこそ、俺らが生きてるっていう意味では、全部意味があるし、
同じように意味がないんだよね。だから全体の意味を考えたら、それは成立してるという意味ではね、すべてに等しく意味があるんだけども、だけど個人個人においてはさ、何の意味もなく単純に生きてるっていうそれだけ。だけど、俺とかあなた自身が、じゃあ今この瞬間、どういうふうにこの生命を感じてるかっていうことは、俺大切にしていいなと思う。で、そういった意味ではね、アメリカンドッグ、ポリポリカリカリパクパク食って、うまいよねっていう、このうまいよねっていうこの瞬間って、そのうまいよねって言ってない瞬間と全く差があるわけでしょ。じゃあ人生どっちがいいかって言ったらうまいよななんだよね。でもそれうまいだけがね人生じゃないんだよ。やっぱり悲しいも人生だし、腹が立つも人生だし、怖いも人生、悔しいも人生だしね、恥ずかしいも人生かもしれない、痛いもそうだし、痒いもそうだよね。で同じように楽しいとか嬉しいとかハッピーピーハツとかね、そういうすべての感情を俺ら味わってるだけなんだよ。だから答え答えは意味がないんだけども、でもその意味のないこの答えね、に対してはこの一瞬何をするかっていうのはめちゃくちゃ尊いし、そこに宇宙のすべてが凝縮されてんだよ。今何を感じてるか、今何を感じてるか、どういうバイブレーションを持ってるか、そこにすべての宇宙の凝縮されたエッセンスがあるんだよ。で、俺はその今宇宙を生きてんだよ。これを見てるあなたも今宇宙を生きてるんだよ。そしてあなたがいなかったら、俺がいなかったら、みんながいなかったら、この宇宙崩壊してるんだよ。今日俺がアメリカンドッグ食わなかったら、この宇宙は崩壊してるんだよ。あなたが今日、あ、キュウさんアメリカンドッグ食ってる、私も食おうと思ってセブンイレブンに行ってそこで食ってる、もしその時食わなかったら宇宙崩壊してるんだよ。でアメリカンドッグ食いにね、買いにセブンイレブン行ったんだけどさ、キュウさんのせいでさ売り切れてんだよ。それはそれで食わないことに意味があるんだよ。もしあなたがそこで無理やりでもアメリカンドッグ食ってたら、それはそれで宇宙崩壊してるんだよ。今やってることが全て宇宙を成り立たせてる。今やってること以外のことやったら全て宇宙崩壊してるんだよ。そういうことなんだよね。だから全てベストなんだよ。借金してようが、女に振られようが、男に振られようがさ、ね、病気しようが、コロナにかかろうがさ、今これ YouTube でさコロナって言ったら結構ピーって入るみたいなんだよね。うん。俺サムネにも使わないけどね、もうね、もういい、あの話はもういいよ。コロナの話はちょっと炎上までいかないけどさ、もうほんと意味のない程度の、ほんとね、かすぐらいのレベルのちょっとね物議かもしてんだけど、いや、もう物議っていうのも物議という言葉に失礼だよね。逆にもうコロナはどうでもいいんだよ、もうね。どうせ年末になったらさ、コロナあったねって絶対言うんだよ。で、コロナギャグとかなんか言ってるやつ絶対いるんだよね。今不謹慎だけど、今必死で考えてるよ。このコロナをどういうふうに俺の芸に生かそうかとか絶対思ってるよ。ね、本当年末流行が対象の時にさ、絶対コロナの超ノミネートだよね。うん。だって SARS って対岸じゃん、全然。でもそれでも結構インパクトだったよね。俺は日本関係ない。日本来てんだもん、コロナね。コロナさん。あか、連呼してる。これちょっと YouTube からまた目つけられるわ。というか、まあ俺に限ったことじゃないけどな、意味ねえんだよ。しかも俺これ今夕食前なんだよ。銀行行ってさ、俺もう出張するから、ちょっと家にちゃんと納めて、いろいろローンの引き落としの口座にお金入れたりするんだよね。とりあえずちょっと80万円ぐらいちょっと下ろしたんで、こいつ銀行に入れてくんだよ。まあ、というわけでね、今日はほんとね、何の主張もない、何の意味もない動画配信したけどさ、そもそも俺のこの動画に意味が最初からあったのかっていうのは疑問だけど、うん。まあいいや。アメリカンドッグ食って、うまいコーヒー飲んで、ね。うまい酒飲んで、ゆっくり寝て、またその瞬間瞬間をさ、ピーハツに生きようやってことだよね。ありがとうございました。